皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、ゲストの方をお迎えしまして、はるばる佐賀の方からですね、株式会社晴れの日、代表取締役の、笠原さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい。久しぶりのゲスト出演になるんですけども、皆さん知ってる方は多分知ってると思うので、すごく有名な方だと思いますので、ただ知らない方もいるかもしれないので、少し紹介の方をさせていただきたいなと思います。今佐賀で写真館をやられてるんですかね。はい、そうです。しかもなんか福岡とかでも事務所あったりとか。近いんで、はい、一応事務所だけ今用意してどうやって福岡に出ようかなって今考えているところですね。他はどちらでも。基本は佐賀で、やってます。なんかホームページとかフィットネスとかも書いてあったり。そうですね。うちなんか写真館と、映像と貸し衣装と、フィットネス、めちゃめちゃ幅広いじゃないですか。なんかあと商品開発したりとかいう、ホームページを作りに来たりとか何でもやります。はい、何でも写真がメインではあるんですか、ね、そうですね。はい、メインですね。もともとそのフォトグラファーとして個人でやってたんですか。そうですね、大学が大阪芸大っていうところの写真学科を出て、でその後大阪のブライダル関連の、うちら写真っていう、ところの会社に入ってサラリーマンのカメラもやってました、ね、ああ、なるほど。はい、でそこから、結婚を機に佐賀に移住をして、はい、で佐賀で、カメラの修理を最初やったんですよ、うちの奥さんの実家がカメラの修理をやっていて、でも1年経ったらお父さんに君は向いてないって言われて、僕は本当はそうやればできる子なんですって言ったんですけど、いや君は向いてないっていうことで、撮影に戻って、で、大阪か東京、地元が出身千葉なんで、出身千葉で、東京方面か大阪に戻ろうかなと思ったら、地元の写真館が声をかけてきて、手伝ってくれっていうので佐賀に居座ったって。あ、そうなんですね。じゃあそれ以来ずっと佐賀にいる。そうなんですよ。もう16年ぐらいになりますかね。写真は何年ぐらいやってるんですか。写真は高校3年生からやってるんで、何年だろう、もう25、6年じゃないですか。はい、ウェディングもそのぐらいですか。いやいや、ウェディングは会社入ってからだから、一浪して他の大学1年行って入ったから24で卒業なんで20年ですね。あんまりにも変わらないですね。変わらないですね。同じぐらいですね。そうですね。確かに20、6年開きはそっか一応あるのか、あるけど、もう26年も20年も変わらないですね。そうですね、すごいですね。なのでもうそれ一筋でひたすらやっていって。そうですね。でも今はウェディングだけじゃなくて、普通に家族写真も撮るし広告も撮るし、映像をちょこっとやったりとか、いろいろやってますね。何やってるかがね、川久保さんも一緒ですけど分かんないけど俺でもちょっとずっと気になってたんですけど、伏見稲荷のこの靴下何なんですか。急にですか。すごいと起きましたね。いや、ご当地の靴下を集めてるだけなんですけど。いや、それでうんこみたいなのが毎日よくあるんですよね。こうは何だか分かんないんですけど、みんなに見えない狐のうんこではないなんかセクシーな感じですけど、すいません、何の質問でしたっけ。後で足の写真だけ撮ってインスタートしなきゃいけない。そうはい、そんな感じですね。なるほど。はい、それはあれなんですか。例えばさっきのフィットネスとか、その動画やりだしたりとか、っていうのは最近なんですか。そうですね、2年ちょっとぐらいですかね。あ、そうなんですね。フィットネスは、20何年に比べたら相当最近ですね。そうですね、僕がやってるわけじゃなくて、うちのその写真館を開いて会社に入ってきた、もともとトレーナーの子が写真もやってるんですけど、会社でフィットネスやりたいっていうんで、それオッケーしたの。そうそう、じゃあやりましょうか。で、はい、初めてフィットネスやりたいって言ってくるのもすごいし。いや、もともとトレーナーだったんですよ。でトレーナーで、何でもやるんでうちで働かせてくれって来て、じゃあ写真勉強しようかっていう話でやってたら、別に写真撮れる前から急にもうフィットネスやりたい。なるほど。そうかっていう、でも面白いんでね、やりましょうっていうことで。なるほど。
佐賀のウェディング事情が聞きたいです。あ、佐賀のウェディング事情、うん、僕のね15、6年前にその佐賀に行った時に、もともとその大阪で、大学を卒業して、その自社写真っていうのが結構手広く関西方面ではホテルとか入ってたんですよね、うん、リスカールトンとかヒルトン大阪とか帝国ホテルとか、そういったところに提携してる会社で、まあ、佐賀に、そういったところを経験してから佐賀に行ったもんだから、なんか田舎臭かったんですよ。それはもうあの想像を絶する、あの当時まだゴンドラとか降りてきましたからね。見たことないじゃん、ゴンドラ。わかります、ゴンドラ。バブルの時のって感じの。そう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 、もうだからなんだろうな、それ浜崎あみみたいな感じですよね。浜崎あみみも俺世代じゃないんでちょっとわからない。わかんないんですけど、まあでも本当にそのウェディング事情、その15、6年前はやっぱり田舎臭い感じだったんですけど、やっぱりインターネットができて、情報がこう行き来するようになると結構先進的になってはきてる。まあでもやっぱりそれでも、まあ事情で言えば人数まだ多いんですよ、九州って。120〜130人とか当たり前で、あ、披露宴の来るお客さんので、こっちってもう数十人じゃないですか、うん、まあ大きいのはあるにせよですね、なんかいまだにこういろんな人が、多く来て、で、和装は大体着るとか、なんかそういったその、土地柄の文化、文化的なそのウェディングの事情っていうのはあるかもしれないですね。なるほど、はい。まあ、だからまあでもその、ね、東京でやってるようなこうおしゃれなウェディングっていうものはやっぱりどん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 こうインターネットの時代とはいえ、人間がまだそこまでついてきてなければ、やっぱりちょっとローカライズされてっぽいものができてるみたいな部分はあるかもしれないですけどね。あ、まず外見からみたいな。そうです、そうですね。なるほど、はい、そういう感じなんですね、はい。なんかフリーの方とかいるんですか、カメラマンさんとか。います、います。はい、やっぱりもうだいたい特急電車のね、特急で40分ぐらい行けば、福岡に行く距離ぐらいなんで、福岡とまあ佐賀とか長崎とかあの辺でフリーで活躍されてる人はいますけど、そこまでは多くないですよね。その佐賀県の中にはそんなにいないってことですか。僕の知りうる限りは1人2人いるかどうかみたいな。そんなものですね。チャンスなんじゃないですか。いや、でもやっぱりズブズブなんで、その式場と、いや、そのこっちと違って、そのレストランウェディングなど持ち込めますとかっていうよりは、もうなるべくこう持ち込ませませんみたいな。なるほど、はい、そういう風になってますね。ちょうど持ち込みの話になりましたけど、はいはい、持ち込みというとなんかやっぱりそういうイメージがあるんですけど、まあ都内でもやっぱり厳しいとか厳しいし、その辺って笠原さん的にお考えとしてどうなんですか。持ち込みの問題っていうのは昔、その、まあ、経営をやる前っていうのは、なんでそんなこうユーザーに優しくない制度なんだってやっぱ思ってましたよね。で、一時期その、まあ、こちらあんまり馴染みないかもしれないんですけど、結婚式場を紹介するサービスを、地元のテレビ局の資本で僕作ったことがあって、で、そこを通してお客さんは自由に持ち込めますよっていう仕組みを作ったりとか、したんですけど、まあ結局そこ僕クビになっちゃったんですけど、なんでかって言ったら、そこってエンドユーザーが来るサービスなんで、何でもお客さんが喜ぶ欲しいもの、ドレスとかお花とか写真映像とか全部ないといけないじゃないですか。でもテレビ局がそれをやろうとしたんで、まあなんでテレビ局がそのブライダルの紹介業をやろうとって思ったら、広告が取りたいわけですよ。うん、要は、集客して送客するんで広告くださいっていうビジネスモデルをやろうと思って、そこのなんだろう、すり合わせができてなくて僕が立ち上げたもんだから、途中喧嘩になっちゃって、じゃあ笠原君もやりたいことあるんだったら自分のお金でやりなさいって言われてクビになって、で写真館始めたんですよ。あ、その通りに動いたんですね。そう、まあ、やりたいことあるから自分のお金でやる。そうだなって思いましたね。なるほど、はい、あ、そうですね、そういう経験もある。はい、本当にありますね。そうですね、まあ、持ち込みについて言えば、その経営者になると集客するっていうことはやっぱりコストもかかるし、ものすごくこう労力もかかってるんで、それに対するそのお仕事を提供するだけの、そのマージンっていうのは発生しても仕方ないなと、マージンに関してはそう思うんですよね。思うようになってきたんですよ。まあ、それが高い低いっていうのはまあ別に置いといて、で、
持ち込みについてはやっぱりお客さんの希望をそこで聞けないっていうことで、お客さんが納得できない制度、うん、でじゃあ式場にその十分行くそのサービス、ね、商品があれば全く問題はないんだけれども、うん、そうじゃないのに選べないっていう理不尽さっていうのはやっぱり感じていて、うん、でまあこのね今撮影をする前では僕の方の取材でお話を、はい、していただきましたけど、まあ、川久保さんがおっしゃってた通り、やっぱりウェディングを運営する側のやっぱり問題っていうのが大きくて、うん、で当時はなんかあのプランナーさんとかにもなんかこうこっちは嫌な気分をしてたんですけど、クリエイターとしてね、うん、なんか式場側じゃないですか、うん、だけど彼女たち、まあ、彼らもいるかもしれないですけど、彼らは何の悪くないわけですよ、うん、そう式場の運営するその体制側の方のやっぱり問題だし、うん、まあ、もっと言えばそのそこの経営する、まあ、要はウェディング業界の結局その集客の仕組みを作っている、某雑誌さんとか、うん、そういったところの仕組みからやっぱり逃れられなくなって、 でもそこからやっぱり今ウェブが出来上がって、自分で集客をねできるわけだから勉強して、自社ブランドを作って、発信していけばやっぱりそこってある程度コストが下がったんで、その分お客さんのサービスに転嫁しましょうっていうことは起こりうるというのは、うん、もう全く同意見かなとは思うんですけどね、うん、はい、じゃあやっぱりあの価値が、うん、ご視聴いただきありがとうございました。 LINE アットでは集客やブランディングでうまくいくための方法などなど、フリーランスの方へのお役立ち情報を配信しております。 LINE アット、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。